リコーダー。リコーダーは、木管楽器の一種で、リードを使わない、エアリード、無公式の縦笛である。ザックス・ホルンボステル分類では、記名楽器の中の、内暇公フルートとなる。リコーダーという名称については、古英語のツーレコードに、小鳥のように歌うという意味がありこれを語源とする説が、有力であるが、名称の由来について確かなことは分かっていない。ただ、 バロック時代には小鳥に歌を教えるためのバードフラジョレットと呼ばれる小型の管楽器が考案されていることから関連があると言われている。発音原理は同じくエアリード楽器であるフルートやオカリナと大きな違いはなく渦のようにエッジの付近における気流の乱れが振動源となり管の内部の空気、気中が共振して音が発生る。男を開閉すると 気中の実行長が変わるので、共振周波数が変化し、音高を変えることができる。フルートのような横笛では、歌口に吹き込む空気の束、エアビームを、奏者が自らの行進によって調節しなければならないが、リコーダーは、ウィンドウェイによって、エアビームが一定に保たれので、単に息を吹き込むだけで容易に音を出すことができる。小学校低学年でも簡単な演奏が可能である。 上、構造がシンプルでプラスチックを用いると安価に量産できることもあって、初等教育に用いられるようになった。しかし、息の強さや気温によってピッチが変動してしまい、補正がフルートより難しい楽器なので、高い演奏技能を習得するには、やはり相応の才能と努力が要求される。一般的なリコーダーは、頭部管、頭部感、ヘッドピース、中部ー チューブ感、ミドルピース、側部管、側部管、フットピースの三つの部分から構成されている。リコーダーはもともと継ぎ目のない一本の木から製作されていたが、17世紀後半に継ぎ目を持つ構造となったことで、ピッチの調整が可能になった。リコーダーの各ピースは携帯、保管時は分解し演奏時に組み立てる。組み立てる木には、チューブ感、 ミドルピースのジョイント部分にグリースを少量つけ回転させながら接続する。頭部管の内面はほぼ円筒形であるが、中部管と側部管の内面は、歌口から遠くなるほど細くなる円錐型になっている。男の開け方には、バロック式とジャーマン式、ドイツ式の2種があり、バロック式が古くからある正統的方式である。ジャーマン式は20世紀初めに、 最初の1オクターブの運指が多少用意になるよう、ドイツでもっぱら教育用として開発された方式で半音を出すのが困難なのと、高音域を安定して発音できないため、小学校以外ではほとんど使われていない。リコーダーのような構造を持つ管楽器は古くからヨーロッパ各地で演奏されていた。14世紀末頃にはリコーダーという名称も現れているが、 バロック期までは一般的にはリコーダーでなくフートと呼ばれており、現在のフルートの原型である横笛はフラウト、トラベルソ、横向きのフルートと呼ばれていた。ルネザンスの頃までは内面が概ね円筒形であったが、バロック期前半の17世紀には現在用いられるものとほぼ同じ円錐形の楽器が完成し、ソナタや競争曲の独奏楽器として、また、 管弦楽群の合奏楽器として用いられるようになった。バロック機以前はソプラノ、アルト、テナー、バスの4本による四重奏曲が好まれ、数多くの作品が残されている。バロック機では特にアルトリコーダーが代表的であった。しかし音量が小さいこと、音の強弱がそのままピッチに影響し、補正に高度の技能が必要なこと、 発音が容易であることの裏返しとして、音色の表情をつけにくいことなどから、バロック期後半の18世紀頃からは、次第に表現力に優れたフラウトトラベルソに、主流の座を奪われ、古典派音楽に至っては全く顧みられなくなった。こうして一旦は忘れ去られたリコーダーであるが、20世紀初頭になって、古学復興運動の中で、イギリスのアーノルド・ドルメッチが復元し、 フランスブリュフ変乱によって過去の奏法が検された。吹奏楽や古典廃校のオーケストラで使用されることはほとんどないが、古学では欠かせない楽器であるだけでなく、現代音楽での使用も多い。リコーダーは音域ごとに異なる種類のものが存在し、大きくなるほど音域は低くなる。主に C 管と F 管が用いられており、音域は渦の通りである。 この他にボイスフルート、テナーの蝶に土上の D 管があり、G 管や B 管等も存在する。テナー以上の長さの楽器には、指が届かない男を塞ぐためのキーが装備されている。いずれも、胃腸楽器ではないが、一般に、ソプラノ以上は1オクターブ低く寄付される。バスも1オクターブ低くへ、オット記号で、グレートバスは1オクターブ高くとオット記号で寄付される。 ことが多いので、リコーダーアンサンブルのスコアを読む時などには注意が必要である。リコーダーの管には、メープル、洋梨、ツゲなど、比較的柔らかいものから、シュタンや黒炭のような硬いものまで様々な木材が用いられている。モダン、フルートとは異なり、リコーダーの音質は、管の材質との関連が深いとされ、柔らかな素材のリコーダーは、アンサンブル用に、 硬い素材のものは独創用に好んで用いられる。いずれにせよ木材は湿度の変化などで割れる恐れがあるので、内面に油を塗布するなど、日常のメンテナンスが欠かせない。教育用のリコーダーは割れにくいプラスチック製なので水洗いでき、メンテナンスも容易である。黒地に白のアクセントをつけたデザインは、黒炭材の管に造毛の部品を用いたバロック機構半のデルを模した。 ものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。